ディディエ・ドログバ、ディディエ・イブ・ドログバ・テ・ベリー、ディディエ・イブ・ドログバ・テ・ベリー、1978年3月11日体は、コートジボワール・アビジャン出身の元サッカー選手、元コートジボワール代表、ポジションはフォワード、愛称は、ティト、キト。二度のアフリカ年間最優秀選手、二度のプレミアリーグ得点王など数々の栄誉を手にした、ストライカー。 コートジボワール代表の元首相であり、最多得点記録の保持者でもある。裕福な銀行員の家庭に生まれる。将来は医者か何かに、と父親がエリート教育を望んだため、5歳で生まれ故郷のコートジボワールを離れ、フランスへ。サッカー選手であった叔父のもとで育てられた影響で、学問だけでなく、サッカーでも頭角を表す。18歳まで、 パリ郊外の地元チームに所属19歳でルマン UG とプロ契約し選手生活が始まる。しかし黒人であることからチームメイトからなんで黒人がフットボールなんてやってんだと言われるなどし差別が根強かったサッカー文化に絶望したこともあるという。ルマンでは怪我もあり満足な活躍ができず2001から02シーズン途中からギャンガンに移籍。 2002から03シーズンに17得点を挙げると注目され、マルセイユに5年契約で移籍。素早い順応を見せ、リーグで18得点を挙げ、2003から04シーズンのリーグワン最優秀選手に選出された。UEFA カップでも準優勝の原動力になった。チャンピオンズリーグで対戦した当時 FC ポルトのモーリーニョ監督の目に留まり同監督と共に、 イングランドプレミアリーグのチェルシーへ、同クラブ史上最高額の移籍金47億円で移籍した。背番号を15番から11番に変更した2006から07シーズン、アンドリーシェフチェンコの加入により、出番が少なくなると思われていたが、2トップで使われる形が多くなることもあり、チェルシー加入シーズン目で、本領発揮、開幕から活躍を見せアフリカ年間、最優秀選手に選ばれる。 最終的に公式戦59試合出場33得点を上げた。20得点を上げて、プレミアリーグ得点王となった。2008から09シーズンに就任した、ルイス・フェリペス・コラーリ監督の下では、怪我などにより控えに回ることが多く、不発に終わったが、2009年2月に就任したフース・ヒディンク監督の下では、これまでにはなかった。 ニコラー・アネルカとの二トップを組み、2008から09、UEFA チャンピオンズリーグのユベントス戦では、第一戦、第二戦ともにゴールを決めるなど、怪我からの復調を印象付ける活躍を見せ、改めて、エースとしての存在感を見せつけた。2009年5月6日にスタンフォード・ブリッジにおいて、開催された、UEFA チャンピオンズリーグ準決勝、セカンド・グ、タイ FC、バルセロナ戦において、 主審を務めたトム・ヘニンク・エブレベの判定に対して、試合後に激しい批判を行い、後に行動が不適切であったとして謝罪した。また、以前から慕っていた、元チェルシー監督のジョゼモーリーニョを追って、インテル・ミラノに移籍するという噂が、メディアの間でたびたび出ていたが本人がこれを否定、さらには、チェルシーとの契約延長が決まった。2009から10シーズンのアンチェロッティ監督の下では、 前シーズン得点王のニコラ・アネルカトにトップを組み、ゴールを量産。自身は、相手にとって最も怖い FW コンビになると、コメントしている。2009年10月10日のマラウイ戦では、コートジボワールの2大会連続 W 杯出場を、決める同点ゴールを挙げた。そして2010年5月9日、勝てば、自力でのチェルシーの優勝が決まる。 最終節のウィンガンセンデッドトリックを達成するなど、チームを勝利に導き、リーグ通算29点を上げ得点王も獲得した。さらにチームは、総得点103点という記録を叩き出し、プレミアリーグのシーズン最多得点記録を更新している。UEFA チャンピオンズリーグ2011から12、決勝では1点ビハインドから、同点ゴールをヘディングで決め、 PK 戦でも最後のキッカーとして成功させチームを優勝に導いた。この試合では UEFA 選出のマン・オブ・ザ・マッチにも選ばれている。2011から12シーズンをもってチェルシー対談を発表。同クラブ初となる UEFA チャンピオンズリーグの優勝を決めた PK がチェルシーでのラストタッチとなった。2012年6月20日に自身のホームページで 中国スーパーリーグの上海進化に移籍することを発表した。しかし、給料未払いなどの問題から移籍が噂されるようになり、ユベントスやミラン移籍の噂が注目された。2013年1月にトルコスユペルリーグのガラタサライに移籍した。2013から2014年シーズンで契約満了により、ガラタサライを退団し、2014年7月25日、 フルスのチェルシーに復帰することが決定した。背番号は15番を使用することになっていたが、その後チェルシーで最も成功したシーズン時につけていた背番号である11番に変更された。2015年5月24日にチェルシー対談を発表した。フリー状態となっていたが、2015年7月27日に MLS。 メジャーリーグサッカーのモントリオールインパクトへの加入を発表した。幼い頃、フランスへ移住していたため、フランス人としてフランス代表でプレーすることも可能であったが、母国であるコートジボアール代表を選択。DF コロトゥーレと共に母国を W 杯初出場に導く原動力となった。彼の名前のギガバイトは B でも V でもない音を発音する。 このシーンは、西アフリカの言語にある独特なシーンである、優勢両唇軟口外破裂音。グバを、グバと表記するのは、英語ベースで、バと表記する方が、言語ベースである。したがって、ディディエドロバと表記した方が、言語に近い。ただし、カタカナで表記することからだに限界がある。8 0 3 9 4 1 5 5 8 9 4 5 2 3 コールスパンイコールに UEFA 通算10465を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。